皆さんこんにちは、ユリアと申します。それではスウェット&ティアーズ2、今回から新しいキャラクターを攻略していきたいと思います。グレイト、ユッシー、ベリーグッド。なかなか調子がいいようだね。見ていて気持ちがいいよ。この調子で頑張るんだよ。ありがとうございます。やった、タカさんに褒められちゃったよ。今日もいい天気だったな。今帰り？うん。あ、リョウマくん。うん、そうだけど。一緒になんて帰りたくないけど、家が一緒なんだから仕方ないよね。ふんだ、お互い様ですよだ。なんか言いなよ。そういえば、もうすぐ都大会だけど、どうなの調子は？絶好調。うん、絶好調。そうなんだ。ま、あんまりみっともない負け方しないようにね。もちろん、心配なのは龍馬くんの方なんじゃないの？だったら、近くの公園にあるテニスコートではっきりさせてみる。いいよ。よし、受けて立とうじゃない。じゃあ行こうか。うん。おい、カバジ、あの程度の相手に時間をかけすぎだ。はい、今回攻略するキャラはカバジ君です。よし。先客がいるみたいだね。そうだね、代わってもらおうか。すみません、コートを使いたいんですけど。このコートは使いたいやつが対戦して勝ったやつが残るルールらしいね。そうなんですか。溜まっていた雑魚どもを蹴散らしてようやく静かになったんだ。お前らもとっとと帰りな。嫌です。それとも俺たちに挑戦してみるか。はい、家に帰る。勝負する。龍馬くんに勝負してもらう。勝負する。いいですよ、私たちが勝ったら約束は守ってもらいますからね。やれやれ、また雑魚の相手か。長々と雑魚の相手をしているほど暇じゃないんでな。ワンゲームで勝負をつけるぜ。はい。そっちのやつもコートに入れよ。このコートはダブルス限定だそうだ。ま、そんなルールを決めた連中もどこかに行っちまったな。仕方ないね、足を引っ張らないでよ。もちろん、それはこっちのセリフ。行くよ。よし、あとは任せた、カバジ。よし。ちょっと、なんで座ってるの？お前らごとき相手にこの俺が勝つまでもないだろう。カバジ一人で十分だ。なんですって？すぐに立たなきゃいけないようになると思うけど。お、ユータ。なんか、アトベ様の音楽、音楽が大きいせいかさ、声がちょっとちっちゃいんだよね。よし、声楽魂はないんだっけ、そういえば。じゃあ作戦、アグレッシブ。頑張ろう、龍馬くん。プレイ。遅いよ。お、ナイス。15ラブ。あたんには負けないんだから。やべ、やばい、ごめん。15オール。しっかり見て、タマ。オッケー、次はもう大丈夫。遅いよ。龍馬くん必殺技を。やっ、うわ、ちょっと龍馬くん、アウト。15-30。
任せて。うん、お、ありがとう。ドロップボレーと、サーティーオール。タイム。ノマくん、ご飯。やった。アウト。やったね。フォーティーサーティー。お、ありがとう。ドロップボレー。まだまだだね。ウォンバイ、越前ペア。ゲームセット。意味あるかな。あまりないような気がしてきたんだけど。こう、なかなかやるじゃねえか。お前ら名前は？声楽1年越前龍馬。声楽1年黒宮ユリア。俺は氷帝学園3年後部敬吾だ。氷帝学園。お前らの名前は覚えた。次に会うときはもっと俺を楽しませてくれよ。行くぞカバジ。ブス。何をあれ、負けたくせに偉そうに。勝ったって言ってもあいつは座ったままだったしね。座りながらも打球は全部見切られていた。もし立っていたら全部打ち返されてたね。そうなの。そんな、まさか。まだまだ練習が足りないね。新しい練習も取り入れてもっと上を目指さないと。うん。ほっ、悔しい。うん、いい感じだ。その調子で頑張れ。はい、ありがとうございます。やった、褒められた。今日は都大会だ。頑張るぞ。おう。お、4ゲームずつ。お、藤先輩。あー、都大会が来てしまった。まあ相手は阿久津先輩なんですけどね。頑張りましょう、面白くん。プレイ。押せよ。逆だ。うわ、間に合わなかった、ごめん。ラブフィフティーン。やったね。やった、フィフティーンオール。阿久津先輩足遅いっすね。ちょっと待ってよ、これはずるいよ。フィフティーンサーティー。なに。おー、やった、アウト。やりん。サーティーオール。ダマイ。おー、ナイス。おっしゃ、フォーティーサーティー。ボール1個分。ああ、デュースじゃん。デュース。打ったよ。もうちょっと、え、なんで？当然です。え、今打てたでしょ。アドバンテージ、レシーバー。い
やだ、このゲーム勝ちたい。無駄無駄。ナイス。デュース。離しちゃった。次来るぜ。はい。はい。任せとけ。はい。はい。押せよ。おお。アウト。よっしゃ。こっち全然来なかったな。アドバンテージ、サーバー。まあ吉川さんの HP が。無駄だ。おっ、甘い。おっ、ラッキー。はっ、それで決めたつもりか。はめるなよ。一体どうだ。デュース。はい。あ、回復すればよかった。ラッキー。そんな。おう、アウト。やったね。回復。アドバンテージ、サーバー。タイム。早くね、黒い武将とか覚えたい、覚えるというか教えてほしいんですけどね。黒い武将、前田君教えてくれませんか。藤先輩。無駄だ。上がっちまったか。おっ、あ、ちょっと待って、私何やってんの。デュース。いきます。甘い。お、ナイス。アドバンテージ、サーバー。いきます。おお、ラッキー。お、ナイス。ガンガン行こうぜ。やっとワンゲーム取れた。ゲーム、正確。プレイ。行きますよ。押せよ。うー、ちょっと。フィフティーンラブ。どうした。らしくねえんじゃねえか。いや、もうバッチリです。阿久津先輩、私が追いつけないところに打つ。行きますよ。はい。危な。おお、ラッキー。フィフティーンオール。行きますよ。任せとけ。はい。面白くしたら。任せとけ。おお、ナイス。フィフティーンサーティー。いきますよ。おっと。おお、ナイス。よっしゃ、大活躍だ。フィフティーンフォーティー。やった。アウト。私だって声楽の一員なんだから。ウォンバイ、声楽。ゲームセット。なんだったんだ、ワンゲーム目は。ツーゲーム目、すんなり終わっちゃったよ。勝っちゃった。勝っちゃいましたよ、面白先輩。ヒヤッとしたぜ。あいつら相当データ取ってたんだな。そんな奴らに勝ったんだぜ。もちっと喜べ。はい、喜んでますよ。ほんとか。ったく、勝つのは当然みたいな顔しやがって。そんなことないです。ただまだ信じられなくて。
お前ずいぶん強くなってるぜ。自信持てよ。はい。俺も負けてらんねえな。これからも頑張ろうぜ。はい。はい。なんだ？そっちにのけてんのはいらねえのか？その今日はやめておこうかなって、ちょっと脂っぽいし。中トロにイクラ、ハマチ。お前贅沢なやつだな。そうだね。そうですよね。やっぱり贅沢ですよね。食べよっかな。いらねえならもらっちまうぜ。あ、そのウニは食べるんです。カロリー低いんだから。痛い。ああ、悪い。もう食っちまった。出すわけにはいかねえしよ。悪かった。いや、出されても困りますよ。いいんです。気にしないでください。残りを食べますから。そうしてくれると助かるぜ。試合であんだけ消費した後でカロリー気にするなんて、女の子ってのはわかんねえな。女の子はそうなんです。それにそんなにたくさんは食べられませんよ。そんじゃ余ったやつもらっていいか？ダメです。面白先輩、本当に悪いって思ってるんですか？なんだ当たり前だろ。でもまた私のお寿司狙ってるじゃないですか。ひどいです。いくら私でも傷つきますよ。うっす。おい、泣くようなことか？って、お前よ。あ、バレちゃいました。嘘泣きです。だよね。焦って損したぜ。またそんなこと言って、誠意が感じられないです。なこと言われてもな。じゃあ、どうしたら誠意を示したことになるんだ？そうですね。あ、いい機会だから聞いちゃおうかな。じゃあ、私の質問に正直に答えてください。はぁ、いいけどよ、どんな質問だ？嫌いな食べ物はないんですか？どんな音楽が好きなんですか？まあ、これは聞いたからこの2つだよね。音楽、嫌いな食べ物ないような感じがするな。でも上聞いてみるか。嫌いな食べ物ってないんですか？そんな罰当たりなことあるわけねえだろ。やっぱり罰当たりですか？俺たちが食って栄養にして思いっきりテニスするために食いもんってのあるんだぜ。ああ、そっか。ヘリ好みなんてしてらんねえ。食っても食っても足らねえんだからよ。そうですよね。それにしてもたくさん食べますよね。毎日どのくらい食べるんですか？そうだな、昼は母さんの弁当だろ。それから購買部のパンだよな。パンって何個買うの？部活の後はエビカツバーガーで、3時のおやつはベリーベリーココパルコだ。え？ 3 時のおやつ？ちょっと部活の後と3時のおやつ逆なんじゃないの？てかベリーベリーココパルフェって何？ベリーベリーココパルフェなんてよく知ってますね。当然だな。当然なの？正直に答えたけど、これでいいのか？はい。はい、ありがとうございます。よし。夕ご飯までちょっと時間があるな。じっとしてるのもつまんないし、公園に散歩に行ってみようかな。あ、誰かテニスやってる。覗きに行ってみようっと。すいません、ボール拾ってください。はーい。はーい。あ、あのユニフォームは確か評定のユニフォーム。ああ、また評定の人たちがコート独占してるのか。うん、嫌だな。仕方ない、今日はもう帰っちゃおう。ありがとうございます。はーい。いいよ、気にしないで。あれれ、でもなんだか様子が違うかも。コートをよく見ると
評定のテニス部部員どころか小さな子供ばっかり。ねえ、ちょっと聞いてもいいですか？はい。あなたって評定のテニス部部員だよね？はい、そうですけど。で、よくわかりますね。まあ、ユニフォーム見れば。いや、だって評定のウェア着てるし。それもそうか。今日はアトベ様とかっていないの？はい、いませんよ。あ、今日は部の練習でここを使ってるんじゃないんで。え、違うんだ。はい、実はですね、今日はあの子たちのコーチをしてるんですよ。競艇ってすごい学校よね。あんな小さい小学生を今から鍛え上げるんだ。違いますよ、私たちそんなつもりでやってるんじゃありません。そうなの？あの子たちはテニススクールには通えないけど、テニスをしたいって言うから。だからあなたが教えてあげてるんだ。はい。おー、なるほど。競艇にもいい人っているもんなんだな。私が言うのも失礼だけど、あなたって偉い。本当に素敵だよ。そんなことないですよ。この子たちの中から私みたいにスポーツ特待生になってくれればって。すごい、あなたって評定の特待生なんだ。そんなことないですよ。特待生は私だけじゃないですし。それよりこの子たちの中から将来評定に限らずスポーツ特待生が出ればなって。なるほど。よし。あ、パパジ君。カバジ。あら、カバジ君のことを知ってたんですか？はい。あはは、知ってるって言えば知ってるのかも。なんか言ってよ。カバジ君も時々あの子たちのコーチを手伝いに来てくれるんですよ。そうなんですか。あー、そうなんだ。この間のことがあるから正直意外だな。ひょっとしてこの人も本当はいいやつなのかも。いいやつ。きっと私のコーチが頼りないから幼馴染として見てられないんだろうな。うし。ひどい。そりゃ私じゃ頼りないのかもしれないけど。ちょっとそこラブラブしないでください。うし。うん、そうなんだよね。会話が成立してるよ、この二人。幼馴染ならではってやつ。だけど正直言うとやっぱり頼りないのかも。え、どうして？やっぱり人手不足なんですよ。私とカバジ君が揃っていてもきちんと全員を見てあげられなくて。よし。だったらさ、私も時々手伝うよ。え、でもいいんですか？はい。別に評定の生徒限定ってわけでもないんでしょ。まあ私にできることなんてたかが知れてるけど。もちろん大歓迎です。よし。わかりました。カバジ君もいいって言ってますし。やった。え、いついいって言ったの？まあ、いっか。私声楽1年、黒宮ゆりや。よろしく。そこはよろしくお願いしますの方が。声楽1年？なんだ、年下じゃない。え、あなたって上級生なんですか？まあ鳥取さんは背ちっちゃいもんね。あっちゃ、八郎くんくらいの背だから1年生かと思ってたよ。私は評定学園中等部2年、鳥取直美。よろしく。よろしくお願いします。よし。きっとよろしくって言ってるんだろうな。うん、多分そうだよ。こうして私はカバチ君たちとスクールには通えない子供たちのコーチをすることになった。という理論だ。はい、よっしー。よく理解ができたようだな。お前の意見は斬新でありながら実に的確だな。俺だけじゃなくみんな感心しているぞ。お前なら俺以上のブレーになれる可能性がある。頑張れ。
ありがとうございます。頑張ります。やった、褒められた。親密度、おお、龍馬くんが一番高いか。うん、あ、福丸先輩も面白くも高い。カバジ君はまだ低い。アトメ様がいない。クロミアとカバジ、野獣ペア。うす、遅いよちょっとカバジ君。テスト、月曜は数学だ。まあまあかな。火曜は原告だ。あっちゃボロボロ。水曜は英語だ。教師ばっちり。木曜は日本史だ。あっちゃボロボロ。金は生物だ。あっちゃボロボロ。土曜保健体育だ。教師ばっちり。まずくないこれ。さーて、期末テストも終わったことだし、ストリートコートにでも行ってみようかな。今日は土曜日だから、きっと鳥取さんやカバチ君がいるはずだしね。あれ、なんだか妙に騒がしいような。もう、いい加減にしてください。鳥取さん、ん？この声は鳥取さん、なんだか様子が変みたいだけど。あなたたち二人でいつまでコートを使ってるんですか。待ってる子供たちのことも考えてあげてください。あ、うん、んなの知ったことか。コート使いたきゃおとなしく待ってるんだな。久々に出てきたな。それがマナーってもんだろ。あいーん、いつになるのかはちょっと見当つかねえけど。あ、あれは銀河中の堂本たち。そこは福祉じゃないんだね。あの人たち、また証拠りもなくまた弱い者いじめしてんの。いい加減にしてください。だいたいあなたたちの学校には立派なコートがあるんでしょ。なのに子供たちを追いやってまでここでテニスをしなくても。そもそも私たちが先に来てたのに、すぐ終わらせるって言うから順番を譲っただけなのに。そりゃ確かに銀河の人たちの方が悪いよね。いや、どう考えてもそうだよ。うん、そうだったっけか。忘れてない。うわ、最低。 あなたたちって人はごちゃごちゃうるせえんだよ。鳥取さん、あ、鳥取さん、あいつら鳥取さんを突き飛ばして。このせいでね、鳥取さんは今後大変なことになるんだから。もうこれ以上見てらんないし、あの人たち絶対に許せない。こら、あんたたち女の子を突き飛ばすだなんて。あなたはねえ、大丈夫？ひょっとして腕とか痛めてないよね。なんだ、またお前か。関係ねえやつがいちいちシャシャリ出てくんのよな。嫌です。関係なくなんてないわよ。私もそこにいる子供たちにコーチしに来たの。ふーん、それでたった一人で俺たち相手にどうしようって。どうするおつもりなんでしょうか。はい、あ、何急に怯えてんの。そんなに迫力あったのかな。こうなったらとことん追い詰めちゃおう。いやいや、ここにひれ伏して鳥取さんや子供たちに謝りなさいよ。ひれ伏してというより、まあ簡単に言えば土下座だよね。何生きがってんだおめえは。後ろ見ろ、後ろよ。はい、え、私の後ろに誰かいるの。あ、カバチ君。カバジ君、カバジ君、私なら大丈夫だから。鳥取さん、もうブチギレじゃん。うわ、カバジ君の顔が怒ってる。いや、そう、俺たちそろそろ切り上げるつもりでしたし。それじゃということで。待ってくれ。
逃げ足だけは早いな、あの人たち。大丈夫かって？うん、私は大丈夫。大丈夫じゃないじゃないですか。あの鳥取さん、念のために病院へ行った方がいいんじゃないの？本当、大丈夫だから。え？それでも病院へ行けって？でも大丈夫、子供たちのコーチは私に任せておいて、面倒見といてあげるから。それじゃあお願いしようかな。うし、いいっていいって、気にしないで。あ、今私なんとなくだけどカバジ君の気持ちが分かったよ。カバジ君に付き添われて病院へ向かう鳥取さんを見送った後、私は子供たちのコーチをした。鳥取さん、怪我とかしてないといいんだけれど。今だったらツイッターに上がって拡散されてるよね。というところで今回はここまでにしたいと思います。それでは皆さん、ご視聴ありがとうございました。